so life science in japan is among the best in the world and the next company is making it even better so let's welcome epistra 皆さん, エピストランの4000万円、これはたった一つの会社から今年、私たちが実際にもらっている金額です。それは私たちが生命科学実験の試行錯誤にかかる時間を90%削減することができたからです。再生医療、遺伝子治療、創薬、 生命科学の研究テーマにはさまざまなものがありますが一つの研究開発あたり480億円のコストと15年もの時間がかかります日本だけで年間3兆円世界では19兆円が使われています私たちはこの莫大な時間とコストを生命科学と計算機科学の深い知見を使って削減しようとしています 私たちはすでにこれらの分野で50件以上の論文と30件以上の特許を書いていますメンバーには大阪大学の教授もいて顧問には AI のパイオニアである北野さんが控えています私たちが開発しているのは AI を使って生命科学の研究開発を加速するためのソフトウェアですすでに2件の特許を出願済みで何よりも素晴らしいのは 既存の実験ロボットににプラグインしてて使ううここととがでできるるようになっていることです実際に効果を確かめるために理研の高橋雅代先生とケーススタディを行いました目的は iPS 細胞の分化効率を上げることですその結果なんと効率を23%上げることに成功しましたさらに期間を5年から半年にすることができましたその上コストを 一億八千万円からたったの一千万円にすることができました。そしてこのソフトウェアはもうすでに使われ始めています。私たちには年間四千万円の顧客がすでにいて、年間二億円規模の契約のパイプラインが他に三社あります。私たちはこの技術をさらに展開するためのパートナーと次の半年間で資金調達を考えています。 私たちと一緒に生命科学の未来を変えましょう。ブースでお待ちしています。ありがとうございました。